ドラム式洗濯乾燥機は従来の縦型の洗濯乾燥機に比べ、ドラムが垂直方向に回転するため振動が床に伝わりやすく、横揺れや音が大きくなることがあります。振動が大きくなるのは脱水時に偏りが起こりやすい衣類を洗濯したとき、木造住宅などで床の強度が弱いところに設置したときなどが原因です。脱水時の振動を抑える低振動モードに設定することもできます。一般的にタオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物や洗濯ネットに入れたものは水を含みやすく重くなります。そのため一つだけで洗濯すると脱水時に偏りが発生しやすく、振動が大きくなったり脱水ができなくなります。一つだけでは洗濯しないでください。厚手の洗濯物や洗濯ネットに入れたものを洗濯するときは 2,3 枚一緒にするか、他の洗濯物と一緒に洗濯してください。ジーンズなどを色落ちのため分けて洗濯するときは 2,3 本まとめて洗濯してください。ドラム式洗濯乾燥機の場合、床面の強度などにより横揺れや音が大きくなることがあります。床面が弱い場合は設置場所に応じた別売りの補強板をご使用ください。詳しくは取扱説明書の別売り部品のページをご覧ください。脱水時の振動を抑える低振動モードに設定することもできます。低振動モードは振動を抑えた運転をしますが、通常より運転時間が長くなることがあります。設定手順を説明します。最初に電源入りボタンを押します。予約ボタンを3秒以上押し続けます。表示部に2つの数字が表示されます。設定は表示部の右側の数字で行います。数字の0が振動を抑えて脱水する低振動